ダーレクの進化は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー・ダシリーズ第5話。2007年4月28日に、初めて BBC1 で放送され、同年4月21日に放送された前編、ダーレク・イン・マンハッタンとの二部作である。本作の物体は1930年のニューヨーク市で、ある。スカロの集団のリーダーである、ダーレクセクは、手持ちの人間を、 さらに融合処理に投入し、種の進化として新たなダーレク族を生み出そうと拡作する。このため、セクは残るスカロの集団のメンバーに裏切られることとなる。本作の視聴者数は697万人に達し、その週に放送された、イギリスのテレビで17番目に多く視聴された。なお、放題、ダーレクの進化は2012年1月21日に、ダラ TV で放送された。 イのものであり、フールーでは、ダーレクの変化という別放題で配信されている。劇場でのシーンは、トレオーキーのパークデアーシアターで、フーバー村のスラム街のシーンは、カーディフのビュートパーク、本作のセカンドユニットは、ニューヨーク市で撮影が行われた。本作に、ダーレクが登場することは二千六年十一月十二日に、ニュースオブザワールドが報じ、十二月に、 BBC が公式に発表したありがとうございます。